皆さんこんにちは、ペソでございます。いただきストリート2空き地モードで対戦、天狼編ですね。続きやっていきたいと思います。さあ空き地を買い直してそうですね、店の幅を広げて、でここも通れんようにしてやろう。飛んできた。さあ、かずみちゃんがそろそろですね。1出されるとやばいね。あー出されたよ。まあ下で、そうですね。当たらんのか。そう、こっちで36。ちょっとガード固めていきましょう。まずこいつから。はい、どうすんのかな。これは株買えないよね。がっくり。かずみちゃんピンチ。そこは変わんでしょう。そうですね、次こっちの押さえで、おー、そこでそれをそこを踏むか。まあ、じわじわ戦法がね、いいのか悪いのか分かんないけど。そうですね、ここを押さえて、踏めないゾーンにしちゃいましょうか。これでそうですね、上部全部押さえることになりますからね。はい、
当然したいくわね。さあ、かずみちゃん、どうする？あと2800。しょうがないね。破産か。あ、そうか、これがあったね、最後の砦が。あ、買うよ、もう絶対買うよ。もう桁がわけわからんことになってるけどね。で買い直してって言ってね、延命処置もできんことはないんですけどね、まあそこまでやってもね、得しないんで、自然な流れでね、やっぱりアンダーフロー借金背負わせてこその楽しみですからね。あー、でも次ね、デパート踏んじゃうと終わりだね、かずみちゃんは。これでみんな上がってこなくなるんで、まずここからだね。手前にラストエンペラー立てといて、逃げれんようにしとかないとね。まあ、5出たら終わりですね。さあ、もう次で終わりでしょう。どうやらかずみちゃんはアンダーフロー借金になりそうにない。ああ、捕らえた。出てないんですよね。うわー、耐えた。サラリーもらいに行って撃沈してもらうしかないよね。はい、まずここから取りに行きましょう。
ケーオッケー。ちょっとここにしましょう。でこっちをちょっと逃げ場所ね、奪っといて。さあ、はい、終わったー。残念。かずみちゃんのアンダーフローシャキ大失敗ですね。はい、まず一人脱落。絶対上がってこないじゃんこんなん。ああダメだ。だったら下をちょっと厚めにしていこう。はい。下がるんだ。うわっはっはっは、桁オーバーで下がってる。していかないとね。
おお、でかい買い物するね。なるほど。5倍以外の応酬だけどね、確実に損はさせてるからね。いやあ、れはまあ言われるとちょっと困るけどな。だいぶ増資しといたんでね。すごい。採算度外視だね。うん、まずそうだよね、こっちから取り返していきましょうか。まあ、支払い部分ね、確実に損はしてるんで、まあ京子さんはもう資産の食いつぶしなんでね、有利なのはひろゆきさんね。あ、か、取られる。あ、取られないんだ。そこは取らないんだ。好んで買いますよね。完全に上に上がってこないと見たんでね、改築をちょっとやり方変えていかなあかんね。まあ、回ってきましたんでね、今回ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。